朝ラジオ体操を習慣としていただいてるんですけど、そもそも年齢重ねることにいろいろな機能って衰えてきますよね。ちょっと皆さん切実に感じてる部分もあるかもわかりませんが、どういったところが衰えてきてますかね。体の機能としてね、まあ身体機能ですよ。ですから、いや最近目が見えなくてねとかね、耳が聞こえないとか、そういうことではないですよ。体の方でね、筋肉が衰えたりとか骨が衰えたりとかいっぱいありますよね。でラジオ体操の動きというのは普段の生活の中にはない動きで構成されてますので、そういった箇所を使っておくと体の働きだけではなくて脳との活性化もつながりますね。脳で考えて、それを神経を通して筋肉を働かせるわけですけど、その回路のつながりが良くなるんですね。で、年齢とともにその回路のつながりがどうしても今衰えているのかもしれないということで、まずラジオ体操をする前にちょっとね、体をほぐした後ちょっとテストしてみたいです。皆さんがどれだけ体をうまく、いわゆる体操は体を操ると書きますけど、自分の体を操ることができるか、はたまた操られてしまうのかというのをね、ちょっとアシスタントの、お姉さんの動きを見ながらちょっと真似をしていただきたいと思いますから、ではちょっと体を分子の意味でね、全身動かしていきますので、まあある程度感覚広がっていただいているようですけど、列はね、特に整列することもないので前後左右ぶつからないぐらい互い違いになっても結構ですから、ちょっと腕を横に広げて軽く振りましょうか。ぶつからないようにちょっと感覚を広げましょう。大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。じゃあね、まずはちょっと縮みがちな背筋を伸ばしていきたいと思いますので、足を肩幅くらいに開いて腕を曲げて肩の横ですね、この腕をゆっくりと上に伸ばして背筋を伸ばしましょう。はい、ゆっくりと腕を上に引き上げ、さあ緩めますよ。ピアノの音に合わせて緩やかに筋肉を伸ばして、さあ緩めて、あと2回いきましょうか。気持ちよく息を吸って、息を吐いて、もう一度いきますよ。ゆっくりと上に、さあ今度は右の腕を引き上げながら体を少し左横に曲げてくる。はい、一度戻して、この反対ですね、左の腕を引き上げて右横に、さあもう一回ここにいきますよ。できれば体を横に曲げる、息をふーっと吐いて柔らかく曲げてみましょう。反対側へゆっくりと、さあ今度は両手を開きますね。腕も顔も一緒、左横にねじります。一度正面に戻しましょう。呼吸を整えてから反対側へ、さあ次は後ろ振り抜くように大きくねじりましょう。さあ反対へ息を吐いて柔らかく、少し押し出しながら肩そばを見上げて前で緩めましょう。手で軽く押し出しますよ。さあ、あと2回心地よく反らしてください。子供たちは体が柔らかいので後ろの方もお姉さん見える、子供だけでいいんですよ。はい、後ろの人の靴見える、うわすごい柔らかい、すごいですね。はい、じゃあ腕と足ブラブラと振ってくださいね。体操はね、あくまで心地よく感じるくらいでいいですからね、意味のないように。はい、結構です。さあ、それでは手首と足首ちょっと柔らかく回しましょうか。さあ、円を描くように柔らかく回して足を変えましょう。はい、ちょっとストップですね。今、何気なく今手首、足首回してましたけどね、足首回ってました今。ちょっと今前の方の方しか足元見えなかったんですけど、割と凝れてるだけの人多かったような感じなんですね。ちょっともう一回手首を柔らかく回しながら足首も本当に回ってます。でその時足元見た時手が止まってることをご存知です。気づいてますかそれ。今足集中した時手止まっちゃってるでしょ。でさっきこう回してたのが、あら本当って言った時こうやって回してるでしょ。これは腕回してますからね。手首と足首、やっぱりこれ関節を柔軟性に保っとかないと、やっぱり日常の生活支障をきたす可能性がありますから、意外とね簡単そうに思えてましたすね。これね、年齢とともにね2つの動作今同時にやってましたね。これ意外と難しいですよ。1個ずつやったらできるんです。でも2つ同時にやるとできない。でラジオ体操は第一体操の2番目なんか特にそうですね。
腕を横に振る運動と足を曲げて伸ばす運動がありますね。これ腕を振る運動と足を曲げると2つ同時に行われるんですよ。でお姉さんは綺麗にできてますけど、でこれ皆さんがやると、例えばですよ、腕今真横に軽く振ってましたね、腕だけ。これに集中すれば横に振れるんですけど、足は元気よく曲げて伸ばしましょうねって言った途端に腕も元気よくなっちゃったりするんですよ。皆さんやるとこうなりますよね。意外と難しいです。ですから2つの動作を同時に行うということがいかに難しいか、ではこれからテストしていきますよ。まずは簡単な運動で指先、末梢の部分を刺激していきますね。まずは指を折り曲げる運動、1から1本、2本、3本とゆっくり折り曲げていく。これ簡単にできますね。じゃあ右手左手どちらでもいいので、親指だけ先に曲げておきます。片方の手だけ。今1と0になってますね。で1本ずつ折り曲げると、親指と人差し指を曲げることで2と1になってますね。これ順番にゆっくりと1本ずつ折り曲げる。はい、5と6と一緒のじゃダメですよ。今7と6、8と7、9と8、10と9になってます。一緒になったらダメなんですよ。できました。自分の指ですからね、しっかり動かしてみてくださいよ。さあ、じゃあ次はね、ちょっとハードルを高くして頭を、脳を使って刺激しながらやりますけど、じゃんけんぽんね、これもやったことあるかもわかりませんけど、後出しじゃんけんで構いませんね。で、まず稲垣沙織さん、両手でじゃんけんぽんと同じのを出します。で、それを皆さんは目で見ていいんですよ。稲垣さんがパーを出しました。これ勝つのは簡単なので、負けることをやってみましょうね。ですから稲垣さんがパーを出したら、皆さんたちも何出すんですか。グーですね。素早く反応してグーを出してくる。で、最初はゆっくりやりますので、1、2で稲垣さん出しました。3、4で皆さん出す。5、6で出したら7、8で出してくる。で、後半はワンテンポずつ1、2、3、4と流れるようにいきたいと思いますから、目で見て、あ、チョキを出したらパーを出せばいいんだな、グーだったらチョキだな、パーだったらグーだなって頭で考えて反応してくださいよ。同時にポンってやって肩負けたって喜ぶだけじゃないですからね。そこだけ間違えないよ。はい、じゃあ稲垣さんだけいきますよ。皆さん遅れて出しますよ。じゃあお二人も稲垣さんで見て、会場の皆さんと同じようにワンテンポ遅れて出しましょう、負けるようにね。はい、じゃあ今一度確認、稲垣さんのじゃんけんに対して負けるように出してください。いきますよ、3、はい、1、2、3、4、5、6、負けてますか。稲垣さんのグーに対して直射のダメ、今度はもう一回1、2、3、4、5、6、負けてますか。肩がダメですよ、相手もダメ。さあ、テンポ速くします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、ちゃんと負けてますか。いつの間にか勝ってない。なんか反応悪いな、なんか反応悪かったな。じゃあ両手ありますので、今度自分の手でやってみましょう。ですから我々ステージのじゃんけんは見なくていいですよ。みんなそれぞれ4人バラバラで出しますから、我々のと同じじゃんけんじゃなくてもいいんです。皆さんが左手でも右手でもどちらか先に出してもらって、やっぱりそれを目で見て、あ、グーを出したからチョキを出せばいいんだな、遅れてチョキを出せばいいんですよ。1、2、3、4、5、6、さあ一緒に1、2、3、4、5、6、じゃんけんは大丈夫ですけど、負けるように負けて、ここを負けますよ。出した目に対して1、2、3、間違えた、5、6、早く1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、やってくださいね、今日ね。でも見に来たわけじゃないからね、皆さん体操しに来たわけですから。どうですか、難しかったでしょう。今度手変えますよ。さっき先に出してた方を後にしますよ。ただ一つ問題はね、さっきやってた方と同じになっちゃったりするんですよ。で途中で、あ、それもさっきもこっちだったなって後から。